チャタコです。本日は、リスナーさんがね、作ったクリエイティブコースを完全初見で遊んでいきたいと思います。さあ、はじめにね、雨粒さんの作ったクレイジーロードやっていきたいと思います。これ乗っていくんかな？で、ハス使って、一応初めてやるんで、ちょっとぐだっちゃうかもしれないですが、ご了承ください。次は、端から行くか。ちょっと振り子がめっちゃ早いけど、しっかり、周期を読んで、次フリッパーですかね。じゃあ、ここのフリッパー使っていきましょう。先端の方が飛びやすいんですよね。OK。で、バーをしっかり避けて、いい感じですね。ちょっとここ早いから、気をつけて、スピンレースじゃん。グルファイの早い時みたいな感じだよね。で、しっかり今度は、スピンで、新ギミックをね、周期を合わせて、ナイスということで、初見クリアですね。ありがとうございました。さあ、続いては、あゆむさんが作った空中のフラワーということで、やっていきたいと思います。いや、さっきのステージもね、楽しかったですが、次のステージは、どんなステージか。早速噛んでいく。あ、これ、なんか、ツイッターで見た、こっから行くやつだ。非常に難しいやつでしょ。やばいね。え、これで、ここう行くんでしょ？で、ここ着地して、やばいわ。これめっちゃむずい。え、ゴールあそこか。え、すげえこれ。おもろいわ。ちょっとまさかこの回転するね、やつを縦に使うやり方あるんやね。いや、でもいけない。早めのジャンプだと、届かないっすね。ちょっと、待つか。ちょっと、我慢してって感じかな。いや、届かない。最後ジャンプ出なかったんだけど、最後ジャンプしなきゃダメだよね。いやー、ここまではいい感じで、こういって、いやー、ダメだ。え、待ってよ、この横についてる円があるじゃないですか。円を横にしたやつ、円に乗るんかな、ちょっとわかんない。あ、乗れた。うわー、乗るんだ。めっちゃむずい。これ絶対時間切れになる。いや、おもろいわ。ちょっとしっかり待って、着地して。え、乗れてない今。今乗れてないか。いや、むずいな。ちょっと沼って申し訳ないけど、めちゃくちゃ面白い。降りて、乗って。いやー、距離感がわからなかった。もうちょっと前か。ダイブで着地すればいいか。やばい。もう1分40秒経過してるから、時間がやばい。いやー、跳ねるんか。足場、体幹崩れた。いやー、ここが抜けられない、まず。よいしょ。待って、今の物理演算がバグっていくっていう、ちょっと言い訳して、ちょっと次成功するわ。次ここ突破する。てか、リスポーンというか、中間地点ないのかこれ。オッケー。え、これどうやっていくんだよ。これ弾かれて、え、どうやっていくの。え、わからん。弾かれて、え、次向こう行くの。全然違う、右の方向行かなきゃいけない。いや、マジか。それつらいな。ねえ、これさ、よくクリアしてよね、あゆむさん。すごいわ。ちょっと萎えそう、これむずくて。待って、オッケーオッケーオッケー。いやー、沼ってる。ちょっと沼りすぎたらどうしようかな。カットとかしなきゃいけないね。とりあえず初見は最後までやっていこう。え、そこ踏めない。ちゃんと真ん中踏まないと判定がないっすね、あれ。見た目より、それか外側に行きすぎなんか。オッケー、ここまで来れて、え、で、え、どうやっ、え、意味わからん。意味わからん。あれ、弾かれなきゃいけないでしょ。綺麗に弾かれるんかな。ジャンプして、ジャンプ、ダイブ。ここまでは、割とすんなり来れるようになってきた。いや、当たらんって。いや、時間切れになるな、これ。いや、むずい。今日の動画、
これで終わるんじゃね、ワンちゃん沼って。いや、いけないか。ちょっと待って、スレスレに。What? いや、え、どうやっていくんこれ。わからん。いやー、時間切れか。いや、むずいっすわ。めちゃくちゃおもろいけど。もう一回やります。さあ、もう一回リベンジしていきます。今度はあのバーちょっと引きつけてから行こうかな。早く飛びすぎてるから、噛んでるな。飛びすぎてるから多分行けてない説。で、こっちに弾かれなきゃいけないでしょ?ちゃんと引きつけて。いや、惜しい。いや、でもこんな感じなんだね、きっと。生き方は。今、熱く当たりすぎたから、あんま、多分、横に飛ばなかったけど。いや、事故ってるな。いや、リカバリーも、虚しく。助けて。なんか、最初のところがいけなくなっちゃった。しっかり待とう。で、高くなったら降りよう。そう。そうです、そうです。こういく。で、バー引き寄せて。お!これは来た!これは来た!ナイス!え?で、これどうやっていくの?いやー、これ。いや、むずいな。なるほど。壁抜けの原理で。で、しっかりパンチングを待って、さあ、ゴールは目の前だ。あ、危ねえ、危ねえ。あ!嘘でしょ!え?なんて、それ判定あるの?うわ。マジっすか、ゴール前だったよ。泣いていいっすか。いやー、マジか。で、ここで行く。いやー、体幹崩れちゃうと、ダイブができないから、届かない。嘘でしょ?また時間切れ?やばいな。集中して、これで行くよ。これでゴールまで行くよ。で、しっかり待って、ここで行く。来たんじゃない?おお、来た、うまい。今のはうまい。待って、え、うわぁ、そこ判定が辛い。行けなかったな、また。3回目のチャレンジですね。いや、さすがにもうクリアしよう。ゴール前でさっきめちゃくちゃ惜しかったからね。今度は一発でクリアする勢いでいきます。めちゃくちゃいい。でもここ割と運じゃない?いけ!いや、来た!これは一発クリアある。で、壁抜けの原理をして、OK。マジで、この、プニプニするランポリン触らないようにしないと。それだけ気をつければいける。OK! これはいける。タン、タン、タン、オッケー。え、過ぎちゃった。ナイス。いやー、やっとクリアできた。38秒ということで。3回目は一発クリア。はい、続いてはカクトさんが作ったテクニックアセンブルということでね。先ほどのアユムさんのステージは難しかったんですが、とってもね。今度はどんなステージか。いやー、すごいな。ハスがあるんですが、反対を向いてる。え、どうやって行くんだ?いや、こう行くんか。オッケーオッケー。多分そう。いや、でも、掴むんかな。ギリギリ届かない感じはあるんで。掴む。オッケー。掴んでいって、これ絶対大ファンを、の、ここを乗っていく感じでしょう。絶対そう。ルートがでも2箇所あるんかな。ここから行きます。いやー、隙間があるんか。こっからね。いやー、でもおもろい。いいステージだ。で、掴んで、で、大ファンの側面に乗っていくって感じかな。いや、見えない見えない見えない。ちょっと待って、横視点で行きたいんだけど、こっちに行きすぎると、見えない視点が。オッケー、これで行く感じね。で、ジャンプダイブ。オッケー、これ、中間ポイントオッケー。で、今度振り子でしょ、絶対。振り子使っていくんでしょ。この速い振り子で行きます。タイミングよ。え、これ、いやー、そっちの方が楽だ。絶対。え、どうやって行くん?難しい方来ちゃったけど。そっちから行きたい。いや、でもいいステージだ、これ。めちゃくちゃ。タイミングこんな感じ。いけた、OK。で、
て中間ポイント取って、え、これさ、こっちからでもいけるん？ワンチャン。うわ、すげえ！よく考えた。いいステージだ。いや、いいな。斧そんな感じに使えるんだ。で、これは、掴める。え、ちょっと待って。掴めるよね。いや、掴めない。これは、ジャンプダイブでギリギリ超えていく感じか？いや、乗れるよな、これ。あ、乗れた、乗れた。え、やばすぎる。やばすぎる。え、ちょっと待って。周期しっかり見ないと、やばいわ。結構シビアなんだよな、これ乗るの。オッケー。パンパン。パン。え？え、なんか、え、周期ずれたよな、今。パンパン。パン、パン。パン。いや、なんか周期若干ずれるな、左右で。いや、むずい。いや、初見クリアしたい。初見クリアしたいが、ここが、辛い。パンパン。パン。パン。パンパン。ここでいけ。むずい。いや、むずいよ。これ下からいけるんか。ちょっとやってみるわ。下から、あ、でも下からいけそうだ。こっちの方が、楽だ。入力、力具合。変えずに。オッケーオッケー。ナイス。せっかくだから、斧で行きたいな。いやー、周期よ。せっかくだから、斧で行きたい。オッケーじゃない！許されなかった。オッケーナイス。いやー、おもろかった。ありがとうございました。さあ、続いては、ナミネさんの作った、大混乱フラワー、やっていきたいと思います。さあ、今度は、いや、すごい、リリーパッドみたいなのがめちゃくちゃありますね。行きましょう。え、これ真ん中から行って、あ、そういう系か。交互に、タン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 行く感じか。いや、なるほど。若干、距離感が、合ってる、これ。いや、難しい、でも。若干、距離感が怪しいけど。ゆっくり、ゆっくり。オッケー。ここまで来れば、チェックポイントはいけるはず。オッケー。ナイス、チェックポイント。で、え？ん？どうやって行くん？あ、なるほどね。なるほどね。びっくりした、マジで。ただ距離感、めちゃ遠いところにあって、何もないかと思ったら。え、でも届かないんだけど。端の方が、距離近い説あります、これ。端の方が近そうだね。じゃあ端から行きましょう。あ、OK、届くね。で、これは壁抜けの原理か？あ、掴めるんだね。OK。で、また中間取って。あー、なるほどね。なんか分岐があるね。医療法入れたいけど、今回は、大ファンみたいな。大ファンじゃない。当たるんか、端でも。ナイトフィーバーだね。ナイトフィーバーみたいなステージ。の方のギミック使っていこう。端にいれば当たんないみたいな。ありますよね。ナイトフィーバー。いや、でも今度は、こっち側に寄ってるから、右から通って、で、当たんないね。で、チェックポイント取って、このギミックさ、嫌いなんだよね。なんか新しいギミック、出たじゃないですか。ビューンブラスターとかさ。辛すぎる。え、これ、え、しかもめっちゃボール飛んでくるし、容赦ないよな、これ。いけ、今のうち。いけた！ナイス！あとは、しっかりボールに当たらずに。いやー、これ、ちゃんと傾けよう。ちゃんと傾けて、あんまり傾かないな。しっかり傾けて、今のうち。いけ。怖すぎ、このプニボーがね。なかなかいい仕事してる。さあ、しっかり傾けて、最後のチェックポイントかな。で、最後スライダーかな。あ、スライダーですね。これおもろい。スライダー楽しいよな。いけなかった。これそのまま当たんないか。しっかりジャンプしなきゃダメか。中間ら辺でジャンプして、いや、もっと早めがいいか。こんな感じ。ナイス。ありがとうございました。
本日最後にね、バナナさんの作ったエビレースやっていこうと思います。お、これめっちゃシンプルだ。滑っていく感じかな。あ、エビしまくれってことか。そういうことか。エビレースってそういうことか。とりあえずエビになりまくると、これめっちゃエビが痛い最後まで。いやすごいな。いや滑れないか。ちょ、指が死ぬ。これでも簡単なステージだから、ちょっともう一回やろうかな。もう1名の方やらせていただきます。ちょっとエビしたい方にはおすすめのコースですね。さあ続いてはタカリンさんの息子さんの作ったステージをやっていこうと思います。すごいな、息子さん小学生ですかね。ありがとうございます。行きましょう。え、これどういうことだ。上行っちゃうけど、ドアダッシュのドアを開けていく感じかな。やばい、沼ってる。結構障害物とかもね、いろいろ降ってきますね。やばい、フルボッコにされているが、真ん中から右は行かなかったから左か。ちょっとうまくいきたいけど、あ、開きましたね。さあここから、いやめちゃくちゃフルーツが降ってくる。フルーツパニックみたいな構成ですね。今シーズンはフルーツパニック来ないから、フルーツパニックやりたい方はね、このステージおすすめですね。かなりフルーツパニックよりはテクなステージになってる。非常に難しい。さあしっかり当たらないようにね、行きましょう。しっかりハスでフルーツ反発するんやね。跳ね返って危ないわ。よし、オッケー。さあ中間チェックポイントは目の前、オッケー。え、ここむずくない？え、どう行くんだ？風ってどのぐらい抗える？抗えない全然。こっちから行こう。いや、むずい。え、ジャンプ入れていくんか。結構むずいっすね、これ。難しい。これジャンプ入れて。ちょっと待って。ちょっと落ち着かして。いけ。いけた。オッケーオッケーオッケー。え、最後そこどうやって行くんだ？振り子が、こっち来た瞬間に、ローラーか。え、で、最後、どうやっていくんだ？え？ゴールどこ？え、ゴールどこ？え、わからない、ゴールが。え？ゴールどこっすか？あった。ゴール、上だ。いや、おもろかった。ありがとうございました。ということで、本日は、リスナーさんが作ったクリエイティブモードをやってみました。とっても楽しかったですね。応募方法なんですが、ツイッターの私のね、固定ツイートのリプ欄に、コードを送ってくれればまた遊びますので、よかったら、お送りください。概要欄にリンク貼っとくので、そこから応募ください。一応ね、送ってきた順々にやってるので、当日かな？今5月10日分をね、何名かやらせていただいたんですが、またこうやって順番にね、動画として、プレイしていきますので、よかったらよろしくお願いします。それではありがとうございました。バイバイ。